グロスミハイル・グロースはドイツの政治家。所属政党はキリスト教社会同盟。2005年より2009年まで第一次メルケル内閣で経済技術賞を務めたバイエルン州ウンターン・フランケン地方のブリュンナウ生まれ、中東教育終了後、家業の製粉業の修行をして1967年にマイスター試験合格。 翌年プリック選手たとの実家の製粉所経営を継ぐ。宗派はカトリックで、夫人との間に二次がある。1970年にキリスト教社会同盟に入党。1972年に地元に CS 支部を設立し、市議会議員に当選。1975年キッチンゲン軍議会議員に当選し、キッチンゲン区党代表に就任。 翌年ドイツ連邦議会議員に当選、ウンター・フランケン地方党副代表。1987年、セディシエスの連合議員団経済政策部会会長、及び連合議員団経済政策税制担当スポークスマン。1990年、経済、交通、中小企業、農業担当の議員団副団長。1993年、 CS 州選出議員団団長及び連合議員団副団長。同年ウンター・フランケン・地区ト代表及び CS、執行部入り。2005年11月、大連立によるセディのアンゲラ・メルケルを主犯とする政権の成立に伴い経済・技術大臣として入閣。連邦政改革の議論において地方自治体への経済政策権限以上に慎重な姿勢を示した。 また、メルケル首相同様、トルコの欧州連合加盟には、基本的価値観の相用理由に反対する立場であり、両者は特権的協力関係を構築すべきと主張していた。2009年2月7日、突然、ホルスト・ゼイホーファー党首に辞意を表明し、受理されて9日に辞職した。理由として、シエスの刷新と自身の恒例を挙げた。なお2011年の、 デア・シュピーベル氏とのインタビューでは、2005年に経済大臣に就任することが決まった時、経済省がどこにあるのかも、経済大臣がどういう仕事をするのかも知らず、それまで全く興味もなかったと明かしている。2013年ドイツ連邦議会選挙に出馬せず、政界を引退した。絶望の鋭さや口の悪さでも知られており、野党時代の2004年2月には同盟90、 緑の党のヨシカ・フィッシャー外相とユルゲン・トリッティン、環境省を、環境スターリン主義者、かつてのテロリストと呼きを下ろした。また、同年11月、外務省が政治的、人道的理由から詐称を不法発給し、結果的に、党王の売春組織に悪用された疑惑が持ち上がると、責任者のフィッシャー外相を議会審議の場で、税源と攻撃した。ありがとうございます。